この春新調したものは炊飯器です。10年ぐらい使ってて買い替えのタイミングかって思って買いました。まあ、気分的にすごく米を炊くのが楽しいなって感じですね。はい、買い替えたものは引っ越しをしたんで、布団とか布団シーツとかカバーとかを買いました。進学、卒業進学で、まあ、引っ越ししました。1年間ぐらい同じものを使ってたんで、まあ変えようかなっていうので買いました。寝心地が良くなりますこの春買い替えたいものはオーブントースターです。料理する時とかにオーブンがある方ができる料理が増えるので、オーブントースターが欲しいです。焼き菓子とか作る時にオーブンがないとできないものとかがあるので欲しいなって思ってます。この春は自転車ですかね。車通勤から自転車通勤に変わるんで、新規って新しい自転車買いたいなっていう気持ちですかね。新調したいものは通勤用に新しくカバンを買いたいなと思っています。この春卒業して新しく就職するので、そのために新しいカバンが欲しいなと。リュックサックでもいいかなって思ったんですけど、やっぱりカバンの方が可愛いなって思ったので、今までの学生とは違って気分をちょっと一新して、一からまた頑張りたいなっていう気持ちです